ケビン・ムーアはバンドクロマ・キーの生みの親であり、キーボーディストにして作曲、作詞家である。アメリカのプログレッシブメタルバンド、ドリーム・シアターのオリジナルメンバーの一人でもあった。ムーアの音楽キャリアは、ギタリストのジョン・ペトルーシ、ベーシストのジョン・マイ・アング、ドラマーのマイク・ポートノイ、ボーカルのクリス・コリンズらとのバンド、マジェスティに始まる、8年間、3枚のアルバムにわたる、 ドリームシアターでの活動の後、1994年に音楽性の相違からバンドを脱退、サンタフェに引っ越した。様々な曲を作ってデモテープを作成した後、黒ー名義でアルバムデッドヤー・フォー・レディオスを発表した。このアルバムにはフェイツ・ウォーニングのマーク・ゾンダーとスティーブ・タッシャーが参加している。音楽性はドリームシアターのように複雑で難解な。 スタイルというよりは、デペッシュモードのそれに近い、暗く、アンビエントで、電子的なものであった。ドリームシアターのファンは後々、ムーアが、ドリームシアターのアルバム、アウェイクの中の、スペース、ダイベストで、クロマキーのような音楽スタイルを模索していたと気づく、ことになる。事実、クロマキーの、オンザページは、スペース、ダイベストの続編でもあった。2000年に、ロサンゼルスに移住し、 デジタル色の強いアルバム、ユーゴーナウを録音した。このアルバムには、デビッド・イスコー、スティーブ・タッシャーの3人である。このレコーディング後にはコスタリカに移住し、タンパラジオ局、レーディオ・フォー・ピース・インターナショナルに、勤務、各州の平和活動番組の制作を行った。この番組の音源は、メモリーホール1として、MP3 形式で発表された。2003年には、 フェイツ・ウォーニングのギタリストであるジム・マテオスに誘われ、ドリームシアターのドラマーであるマイク・ポートのイヤ、シニック及びゴーディアン・ロッドのベーシストにして、チャップマン・スティック奏者でもあるショーン・マローンも参加したバンド OSI を結成し、アルバム Office of Strategic Influence を発表した。ムーアのマイク・ポートのイとの共演は10年ぶりのことであった。OSI の音楽は、 クロマキーの暗く、メロディックな面とフェイツ・ウォーニングやドリームシアターのヘビネスの混合とでも言うべきものだ。OSI ではボーカルもムーアが担当している。また、シャットダウンという曲にはボーカルと作詞にポーキュパインツリーのスティーブン・ウィルソンがゲスト参加している。2004年イスタンブールに移住し、ホラー映画、オカルのサウンドトラックを制作、後にソロアルバム。 ゴーストブックとしてリリースされた。この経験から、ムーアはパブリックドメインの映画の中からある種の雰囲気のあるものを探し、偽のサウンドトラックをつけるという形で次のクロマキーのアルバムを作ることにした。内容は、1950年代の教育映画、英字13を選び、映画の速度を1、2倍速に落とした以外は、曲の雰囲気や曲の長さを エイジ13に合わせてアルバムを制作した。その結果がアルバムグレーブヤードマウンテンホームである。2005年、ムーアはカナダのモントリオールに移住。ジムマテオスと共に OSI の2枚目のアルバムの制作を開始し、その音源は2006年にアルバムフリーとしてリリースされた。関連するバンド、ありがとうございます。